字は仲章、号は素堂。徳山藩士、江村忠純の次男で、叔父、本城太華の養子となる。兄に、江村忠純、弟は同じく、徳山七士の一人である、江村彦之進。妻は、千軒巣雲の四女、住、子は、本城宣馬。徳山藩の藩校である、興譲館の第五代教授を務める。文政八年、徳山藩士、江村忠純の次男として生まれ、外、宿の本城太華に子がなかったため養子となって、後を継ぎ、本城姓を称した。弘化元年より、藩主、毛利元、茂の近侍となり、駕に従って、数度江戸に往来した。安政元年、藩校である、興譲館の訓導役となり、次いで在職のまま江戸に出て、安積艮斎の門下に入り、数ヶ月ならずして塾長にあげられ、安政四年1月に帰藩。安政六年には、弟の江村彦之進と共に、九州を遊歴し、九州諸藩の情勢を視察した。万延元年に藩主、元茂が、長府藩主、毛利元蕃の八男である、毛利元子を養子として、正室とした際、その近侍兼文学師範を命じられた。文久三年の藩政改革による、藩校、興譲館の拡張を機に、両人役に転じて、興譲館の第五代教授を兼任し、後に、代官役に転じた。清は、尊王攘夷を唱えており、元治元年7月19日の禁門の変の後、幕府への恭順を主張する、保守派が藩政を握ると、清は8月11日に、免職の上、親族に、命が下って、金庫に処され、翌8月12日には、興譲館の一室に移動して幽閉された。さらに8月17日には、藩士の席を除かれ、浅見巣雲城、信田作田優、岩崎玉城らと共に、浜崎の獄につながれる。元治2年1月12日、保守派の藩吏は清らを欺いて、毒酒を飲ませて密かに殺害しようとしたが真が、怪しんで飲まなかったので、1月14日に、死等を源氏流罪の処すと偽って、本城清、浅見安之丞、篠田作太夫を、新宮の浜に連れ出し、絞殺した。享年41。遺体はそのまま砂浜に埋められてその死は伏せられ、三人の死は牢屋における病死として、徳山藩主や萩藩に報告された。真の死を知った親族はその遺骸を乞い、徳山佐渡町の無量寺に葬った。なお、清は獄中にあって、早くから死の免れがたいことを覚悟し、元治元年11月14日に、兄、江村忠純、妻、住、嫡男、仙波に宛てて遺書を書き、妻と子の将来を戒め、が東洋より厚く政権の道を信じ守るところを、失わず候てかかる元力をこうむりそうらわてなり、悲しむに足ることなしと悟している。反論回復後、徳山藩主、毛利元茂は、順南七士の家を復興し、その遺族を優遇した。明治21年に、靖国神社に号祀され、明治31年には徳山七士の7名全員に、十四位が贈られた。周南市の児玉神社には徳山七士の顕彰碑と、像十四位の石踏みが立っている。ありがとうございます。